皆さんこんにちは。材木屋の親父のせがれ、親父の八田金也です。はい、せがれの八田宗志です。本日もよろしくお願いします。さあ本日はですね、ひときわ最近人気のある土地についてご紹介していきます。本日紹介の天板がこちらの土地です。いやー、いい形してますね。ここは、サバ木ですかね、うん、やっぱり時々こうやってあれが入ったりするけど、うん、はい、まあ、これは特徴なので比較的綺麗に残ってますよね。そうだね。通常だったらもっとバリバリバリっていっちゃうところですけど、うん、そうそう、サバ木もそうですけど、これやっぱり全体見ていくとね、ここは波状木入ってるし、うん、ここも節の部分すごく複雑でキラキラした木です、うん、それからここね、うん、ここだよね、親父さんの目の前、うん、すごいですね、うん、めちゃくちゃ綺麗で、ありがちなこういう綿皮が入ったりね。はいはいはい、あ、これ綿皮ですか。うん、で、ここは多分虫とかが入りながらシミができて、そんなからだと思う。はあ、うん、これはあの、入り皮だとか節とかは入ってるけど、比較的白いでしょ。うん、そうですね。こういう白いもの、もう真っ白のものを純白って言ってて、はい、純白の方が人気が高い。おー、うん、ただ逆にこういう赤みですね、赤みが入っている方が柄としては面白かった。あ、これだけ美しい木もね出てすごい綺麗な天板だなと思うんですけど、小林さん、これって裏面ってどうなってるんですか。使えるもんなんですか。あのもちろん使える。あ、使える、うん、はい、じゃあ、うん、ちょっと見てみよう。あ、そうですね、ぜひ、はいはいはい、お願いします。裏面にしてみました。おお、うん、これはこれでどうですか、うん、おやさん。いや、これはこれで十分っていうか、ねえ、そうですよね。こちらの方がいいっていう人もいます。うん、裏面とは言ったけど、これが木表。木表、はい。木材の外側、縦に引いた時の外側ですよね。うん、だからこの面皮がある。これを面皮と言います。面皮、天板の横の部分ですね、側面の部分。うん、そう、これを面皮と言い、またあの耳とも言う。耳。パンの耳と同じ。ああ、はい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 、この耳が上向いてるかというか、まあ、見えるかどうか。見える方が木表。木表、はい、はい、見えない方が木裏。木裏ですね、はい、お、一つ知識が増えました。この天板、普通と違うのはこの Y 字の部分じゃないですか、うん、はい、うん、通常こういう Y 字の天板って多いものなんですか。いや、決して多くない。ほう、というのはその枝の部分なので、はい、最初から切っちゃうことが多い。あ、うん、原木の段階で切ってしまうことが多いのと、はい、こうやって製品にした時にそれを嫌ってというか、やはり切り落としちゃうことが多い。ああ、そうなんですね、うん、ただ逆にあのうちは、そういうのが好きなのでこういう形の、ね、こういう形が、うん、大好きなので、そのままなるべく残そうと、うんうん、自然のまま残そうということで、うちにはたくさん。あ、なるほど。まあ、やっぱ Y 字の部分割れやすいっていうのがそう、こう嫌われるポイントなのかな。管理が しにくいんだよね。あ、全体見ていきましょう、ね、このサバ木のあたりとかすごくくっきり模様が現れてますね。あと割れもないか、ちょうどさっきの裏面のところ、こっちもまたこれ綺麗ですね。炎が燃え上がるような感じです。